2021年11月1日、今を生きる僕の証としてこれを残す。こんばんは、フォールです。今日は花についてここに残しておきたいと思います。先月お誕生日だったりで、たくさんいろんな方からお花をいただいて、お家には今花がすごく溢れています。すごくそれは幸せなことで、自然が大好きな自分にとっては本当に居心地のいい空間で、いつも以上にリラックスした環境です。そして今日というか、毎日その花をいただいてからいろんな花を見ていて思うことがあって、それは花が枯れていく、そして水も濁ったり死んでいくっていうこと、すごく当たり前の話かもしれないけれど、そうやって同じ1ヶ月共に過ごしている中で、1ヶ月っていう時間のあり方をすごく考えさせられるというか、花だったり水だったりに終わりを教わるような、なんかすごくそんな日で、だからこそ強くならなきゃとか、そういう他にも枯れたり終わっていく美しさとか、そういうのをなんか自分なりにいろいろ感じた一日でした。匂いだったりもそうですけど、身近に自然、植物だったりがあるのってすごく生きてるなって思いました。生きるってことを教えてもらうような、そんな感覚になりました。今日はそんなことを思ったので、ここに残しておきたいと思います。ではまた、おやすみなさい。バイバイ。